皆さんこんにちは、キスケです。本日はエクストリームバトルロイヤル2日目ということで、1日目とはちょっとパーティーを変えていこうかなと思います。で、今回使っていくパーティーは青紫染めということで、エクストリームでも青紫染めが強いと結構話題になってるんで、ちょっとこのパーティーで戦っていこうかなと思います。で、このパーティーの強みっていうのが、やっぱ必殺アーツを打てば相手が溶けていくっていう、まあそういうパーティーになってるし、プラス必殺を呼んでくる手段も、他のパーティーと比べるとまあ多いんじゃないかなと。変身後の極話であったりとか、体力半分時の矢印であったりとか、その辺をうまく使ってちょっと戦っていくという形になります。で、矢印ね、まあこのモードだとほんまに無双レベルだとは思うんですけど、これ、敵の体力が 50% 以下の時に場に出ると必殺アーツをドローして、交代禁止、これです。これが強いと思う。発動回数1回で3カウントしかないんですけど、まあ縛ってライジングなり縛って必殺アーツなり、まあそういう使い方ができるんで、まあ、狙った相手を落とすことができると、まあそれが非常に強いかなと思います。で、プラスバニシング回復 60% が3回使える、プラス特殊アーツで味方の体力 10% 回復、発動回数3回、これも強いんですよね。やっぱエクストリームのキャラクターってしっかり受けようと思ったら結構厳しいキャラクターが多いと思うんですよね。ライジング素通りしたりとか、なんかそういうことが非常に多いと思うんですけど、まあ、体力3回回復できるっていうのはだいぶ強みだと思うんで、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、まあ強出血もいいよね。やっぱりエクストリーム同士の攻撃だとあんまりダメージ通らんことが多いと思うんやけど、まあこういう出血でじわじわ削っていくっていう使い方もできるんで、だいぶいいんじゃないかなと思います。で、ジレン防御タイプで、まあ、そもそもが硬いんですけど、特殊アーツでさらに体力回復できると、まあだから矢印で特殊アーツ打って、ジレンでも特殊アーツ打ってって言って、まあ回復のサイクルをどんどん作っていって、全然相手に削らせないと、そういうこともできる。プラス射撃アーマーの打撃持ちということで、まあめちゃくちゃ強いって話題らしいです、このパーティーが。矢印と極上げやんけみたいな、噂になってるぐらい強いと思うんで、ちょっとこれでやっていこうかなと思います。負けられない戦いなんで、応援よろしくお願いします。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP バトルロイヤルか、バトルロイヤルやっていきましょう。さあ、マッチングしました。ロベリーリーダーの、ヘラー一族パーティーになりますね。対戦やっていきましょう。まあこのモードの使用上、その連勝を重ねれば重ねるほど強い人と当たっていくと思うんですよね。お互い連勝多いもん同士で、まあ、戦っていくとは思うんやけど、多分2日目こっからぐんとレベルが上がっていくんじゃないかなとは思うんだよな。回線弱者かな回線雑魚弱って感じ。これもしかして海外勢かな。対戦やっていきましょう。お願いします。相手ロベリー出してないな。まあ青2枚やもんな、こっち結構厳しいか。いやー、できればラグで負けちゃったみたいなのはちょっと嫌ですよね。さあ、はい。あ、アーマーキャンセル入らない系男子やね。まあ今のどっちにしろ入ってなかったと思うけど。まあまあまあって感じやな。はい。はい。極話で受けていこう。まあ若干ラグいね、やっぱり。まあ海外勢っぽいラグやから、まあ、大丈夫かな。さあ、極話硬いぞ。まあ1日目にヘラー一族使ったんで、大体まあ何してくるかはわかるんですが、ザンギャは泥足、極夜はもうシンプルに強い、微動は軽油で火力上げてくるんで、まあその辺ちょっと気をつけていきたいなっていう感じやね。さあ、このままライジングとかやめてくれよ。頼むぞ。マジ1体目落とされたらほんまに絶望感やばいからな。繋がるね。OK、ライジングじゃない。これだけで。感謝。いやー、ナイスナイス、これは助かる。まあこれ極話の変身絡めてドラゴンボール回収しに行こうか。
特殊アーツについてのか、回収しよう。オッケー。なんかさ、このモードライジングラッシュっていうかドラゴンボールの集まり悪く感じへん？今の PVP の環境が泥足やらアーツドローやらが多すぎてそう感じるだけかな。そりゃあ。オッケー、通常で止めといて。いやー、これびっくりマーク見えたら射撃ハンマーで突っ込めるんやけど、ないか。うん、残念。あー最悪、どうしよっかな。いやー、これ多分ライジングは飛んでくるでしょうね。あー、でも必殺か。どうだ、必殺。いや、落ちないと思う。危ないな。危な、もう落ちなかったね。オッケーオッケー、抜け目のない追撃。これ必殺アーツかぶされちゃうと死んじゃうんで、その辺は気ぃつけていきたいんですが。ああ、もう最悪、マジかよ。終わりー。終わりー。ええー、耐えるこれ。ワンチャン耐えそう。Z アビリティはめちゃくちゃ乗ってるからね。耐えた。耐えた。ナイス。ライジング。さすがにゴクアのライジングは耐えないでしょう。ザンギャ耐えるんや。ザンギャのライジング。へえ。いやでもこれもあれか。必殺なかったら危なかったか。ヘリから見てみると。オッケー。ヤジロベ全く活躍してないぞ。まあでもこっからよ。体力半分ぐらいになった時に本領発揮するから。必殺アーツドローして交代禁止で落としたいね。いや、これマジでバクアード侍なんじゃない？アドバンテージ。はい、タックル。オッケー。さすがにあのタイミングは回避するよね。最悪、やらかした。即圧は入らない系男子やね。そっちで撃つんや。消え失せろ。オッケー、これで味方回復、味方全体回復やからね、こいつの特殊圧やばくない？おお、また来た。回復いいぞ。メーター黄色になった、オレンジから。うわー、打撃圧ばっか。うわー、ちょっとずらしたんやけどな。ダメでした。お、また特殊圧来た。これ3回とも使うか。ありやね。マジ？ブラスター3回とも使おう。はい、全体回復。全体 30% 回復って考えたらマジ強くね。はい、勝ちたい。よし、ナイス。気力はある。まあこれはヤジロベで打撃圧入れてキャラチェン必殺やね。はい、ソーラー強え。ゴクはやっぱやばくね。うわ、最悪。狙いはいいと自分を褒めてやりたい。まあまあ、まあ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 、大丈夫でしょう。いや、ゴクは勝った。ライジング2発目。さすがに、耐えないね。いや、残念。まあ、射撃圧の位置は分かってるんで、これ即撃つか。幕が上がり次第。よーし、これ入るね。入るね、あなた。危ないね。危ないよ、今のも。負けたくね。はい。よし、よし、よし、よし。これ一応、3カウントやからギリじゃない？よし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 。落ちるやろ、これ。いや、ナイス。これはもうバックアド侍。ヤジロベだけに。よっしゃ。あ、でも落ちひん、これ。よし、よし、よかった。さあ、マッチングしました。まさかのミラーマッチ。お相手も連勝重ねてるね。対戦お願いします。全く一緒やな。やっていこう。え？え？
マジっすか。かわいそうに。勝つんや、これ。はい、マッチングしました。ミラーマッチ。またミラーマッチか。まあ、先ほどは、ちょっとね、切断で勝ちになっちゃったんですよね。どうせやったらやりたかったけどね。まあ、勝ちは勝ちですね。勝ちは勝ちなんで。さあ、このミラーマッチはちょっと頑張りたい。うわぁ、ちょっともうちょい引きつけないと。もうちょい引きつけないと。OK。ただ、ジレンがガチガチなので大丈夫っぽいな。ジレン硬すぎやろ。同じエクストリーム同士だったら。やべえ、見られた。あ、でも熱なかったか。体力回復。キャラチェンしない？キャラチェンしなさそう。はい。よし。キャラチェンはしないと。バニシング大事よ。こういうモードやったら特にバニシング大事よね。さあ、これで変身してコンボ繋いでいこう。ドラゴンボールはなし。なんか、あれか？バグってる？俺の端末。マジかよ。悲しいな。必殺圧。それ。ヤジロベイの腹突き刺したらさ、パンクしそう。ジレン買った。あんまり中距離で攻めてこない系かな。やってやるわ。はい。バニシング回復はあまりうまく使えてない。攻めないね。あ、入る。うま。うめえ。こういうのうまいわ。マジ楽にコンボ取れんの。マジ感謝。さあ、体力半分になったよ。これはジレンで削って必殺圧で落ちると思うんやけどな、これ。はい、どうだ。これが交代禁止の強さや。ドン。落ちんのかい。マジかよ。やってやるわ。回復しすぎやろ。いや、落ちひんのかよ。でも惜しかったんやけどな。今の落ち取ってもよかったんちゃうかな。はい。やってやるわ。よしよし。キャラチェンしない。ナイス。まあ、キャラチェンしたらライジング飛んでくるもんな。いやー、ライジングなしの一体落としたマジで美味しい。てか必殺で落ちると思ってた。おいおい。あ、ハイラン系男子。よし、ライジング入らんのか。これは必殺込みで落ちるでしょう。よし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 。全勝いくで。で、何戦あるんやったっけ、これって。何十戦もあるんやったっけ。それやったらもうあれやな、しんどなってくんな途中から。ナイスターゴー。さあ、3対1の状況を作っちゃえばもう負けないと思います。さすがに。やってやるわ。鼻の穴がいいね。やじろべいいぞ。合わせて合わせて。あ、入る。出血カモン。来ないか。最速。しかもバニシング回復あるから居座れる。まあ、強い。はい。攻めないね。攻めんと勝てへんぞ。3対1やぞ。前は。前は。いい。構わない。まあ、今の打撃圧は打撃、バニシングがなかったからね。打ったんやけど。まあまあいいんじゃないですか。2対1なんで。はい。バニシング回復早いんだよな、僕は。はい。いいね。で、相手メインも使ってるんで、まあ負けないと思います。で、この特殊圧は、まあジレンに置いとく？体力回復使えるんで。はい。いやー、止めるな。攻めへんな。攻めてこんかい。どうするつもりや。
どうやって勝つつもりやねん、お前は。こっから、はい、それじゃあ必殺技いく、いくぞ。わあいいね、はい、いい粘りだ。ほら、よし、勝った。よし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 、取らした。お前の本気はそんなものか。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は青紫染めで、エクストリームのバトルロイヤルやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあちょっとね、一試合アクシデントがあったんですけど、まあ勝ちは勝ちなんで、あれどうなっちゃったんやろ、まあ切れちゃったんやろね。こっちの勝ちになってるってことは向こう側が切れたとは思うんやけど、まあ今のところ全勝という形でありがたいですね。はい、まあ報酬もうまうまだと思うんで、まあこの調子でやっていこうかなと思います。でこのパーティーね、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひとも使ってみてください。何のパーティーに迷ってるか、迷ってるっていう人はね、全部貫突状態になるんで、矢代兵衛の突が少ないっていう人結構多いと思うんやけど、問題なく使えると思うんでね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。